ウェイラーズ、ベーシスト、アシトン・パレットがなぜかヘルメット姿でベースをスタジオで弾いてるのを見て、先輩と話した記憶があって、でスタジオの中でヘルメットしてるのを、もしかして誰かにガツンとやられるかもしんねえから、ヘルメットしてねえとまずいぞっていう話じゃねえかなって、もしかしてベースのんきに弾いてると頭ガツンとやられたら参るぜとか、そう言った。そしたら先輩が、いやもうすでにガツンとやられた後だから二度とやられたくねえってんでヘルメットしてんじゃねえかとか、それで青ヘルなのかな。青ヘル、それはヤクルトスワローズか横浜、ま、横浜 DeNA なのか、千葉ロッテマリーンズとか、ジュースドラゴンズの青ヘルなのかよくわかんないけど、まあ初めて英国に行った時は、まあ英国では日本でいう立ち食いそばっていうか、庶民的なファストフードは、フィッシュ&チップス。当時英国人はタルタルソースなんていう粋なソースかけてなくて、まあ、ワインビネガーをバッと、赤のワインビネガーをガバッとかけて、で塩を振って食らうっていう。その話を帰って日本人の仲間に話すと、そんなおしゃれなもん食ってやがるのかっていう話だったんだけど、結構英国人にとっては月並みな日本人でいうところの立ち食いそばみたいなもんなんだよって言ったら、ワインビネガーって何とかいう話だったんだけど、まあワインが、まあブドウが腐ってブドウの汁がブドウジュースが腐ってワインになって、でそれがまた腐り切ったもんが、まあ、ワインビネガーになるとか言ったの。ワインビネガー、まあワインビネガーですよ。まだ料理には使ってない。で、ワインビネガー、ワインで、まあ、青ヘルってことで、いわゆる PKO、国際連合、国連のピースキーピングオペレーション、オペレーション、停戦監視団。それで青ヘルにかなり興味があって、地獄で会おう、ね、ヘルメット、地獄で会ったなっていう、まあ紛争の当事者たちが、またを監視するために。国連の平和維持軍というのは、ゴルフヘルメット部隊、PKO 活動。だから自衛隊はその国連の一環として PKO でスーダンまで行った。PKO か。なるほどね。それで、マルコム X は、いや、ビネガーなんて、最近こんなのが流行ってるらしいんだよ。ミチョっていうらしい。コマーシャルタイムだからミチョ。グレープフルーツのコンクジュースなんだけど、これちょっとこう発酵食品のジュースなんだ。コンクっていうのは実はマルコム X のコンクヘアだった。コンクジュースっていうのは濃縮ジュースで、炭酸で薄めたりとか、他の液体で薄めるジュース、コンクジュース。アフリカン・アメリカンの間で流行ったコンクヘアっていうのは、まあ、ストレートパーマのことね。コンク、グレープフルーツ味。まあ、日本語で、I'm fine とかいうことはあるけど、まあ、だいたいネイティブに英語を喋る人だったら、調子どうぞ、いいよとか言うときは I'm grape, great って言うんだけど、まあグレープフルーツっていうのはグレープフルーツのダジャレっていうか、ハーンっていうんだ